田中信夫10月30日から1966年12月4日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。本籍広島県東京府出身。陸軍中佐田中信義の息子として生まれる。東京府立市中中央幼年学校余科中央幼年学校本科を経て1912年5月。 陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉に任官し、不評第3連隊付となる。1917年8月、奈良市の不良収容所員となる。以後、浦地派遣軍司令部付不評第3連隊中隊長、独立守備不評第4大隊中隊長、熊本陸軍共同学校学生隊、中隊長などを歴任。百二十九年八月、 不評少佐に昇進。1930年8月、この絵不評、第二連帯大隊長に就任。満州事変においては、罰戦山討伐部隊の指揮をとり、国民的な英雄となる。以後、不評第15連帯大隊長、不評第18連帯付などを務め、1934年8月、不評中佐に進んだ。さらに、関東軍司令部付け、 独立不評第51連隊大隊長を歴任。1938年3月、不評大佐に昇進し、第1国境守備隊、第4地区隊長となる。1939年3月、不評第211連隊長に発令され、日中戦争に出征。1940年1月、 豊橋陸軍共同学校長に転じ、1941年3月、陸軍少将に進級した。1941年10月、第12歩兵団長に就任、満州に赴任し太平洋戦争を迎えた。1942年8月、独立根成第15旅団長に就任し、不評第66旅団長を経て、独立根成第29旅団長に発令され、 タイに移った。1944年5月、罷免された、柳田元蔵前師団長と交代し、第33師団長心得に発令され、インパール作戦に従軍。同年6月、陸大でではない、無点でありながら陸軍中将に進み、第33師団長に就任。イラワジ海戦などに従軍したが敗退を重ね、タイのナコンナーヨックで終戦を迎えた。 1947年8月に復員。なお、ビルマ方面軍司令官、木村平太郎大将の妻は、信夫の命である。インパール作戦時に退治していた、a 英第14軍の司令官ウィリアムスリムは、回顧録にて田中と、その指揮下の第33師団が行ったインパール背面での猛攻について、第33師団長、 田中信夫少将が部下に対して決死的行動を要求した自社の命令文はここに再起するに値するもので日本軍の指揮官が部下将兵を扱った態度と方法をよく表している。中略、核のごとく望みのない目的を追求する軍事上の分別を何と考えようともこの基礎を遂行した日本人の最高の勇気と大胆不適さは疑う余地がなく 日本軍に被験すべき陸軍は他のいかなる国にもないであろうと称賛した。一方、1945年7月233、師団によって起こされたカラゴン事件、カラゴン村虐殺事件の b c 級裁判において、田中は戦般容疑で召喚された部下たちに対して、お前らのやったことは一切お前らで責任を取れ。 上の者には絶対迷惑をかけてはならんぞとすごい剣幕で脅したという。不評、第215連隊の戦記にはカラゴン村での相当命令を下したのは田中であるにもかかわらず、自らの面積のために部下に責任を押し付けて恥じない、田中に対する反発が色濃く出ている。ありがとうございます。